皆様、寒い季節がやってまいりました。ズバリ、今、寒さに悩まされていませんか？寒い季節に頼りになるアイテム。これが、電気毛布。今回の動画では、驚きの機能や快適さ、そして、購買意欲をそそられるポイントについて解説していきます。さあ、最高の暖かさを今すぐその手に。こちら。はい、電気毛布です。早速開けます。中身はシンプル。電気毛布と、取説。こちら。おー、柔らかいサラサラ感。この毛布は柔らかなフランネル素材で作られております。肌触りが最高です。中を探っていきますと、電源コードが付いておりました。こちら、コントローラーです。ここ、押すところがありますので、押しながら引っ張りますと外れます。こちら、普通に毛布として使用することもできる。このパーツのみがですね、くっつく形になりますけども、こちらの機能を紹介する前に、電気毛布について紹介していきます。電気毛布とは、電熱線が中に通っている毛布のこと。この電熱線が電気を通ることによって、暖かくなっていきます。電気毛布を使う3つのメリット。1、電気代が安い。毛布の種類にもよりますが、1時間あたり1円から2円。1日使っても10円。1ヶ月で約300円。この電気毛布を使うことで、冬場の電気代を大幅に節約することができます。2つ目、持ち運びが簡単。重さは約1キロ。軽いので持ち運びも簡単にできてしまいます。3つ目、他にも暖房機材、電気ストーブだったり、電気カーペットなどあるかと思いますけども、利用場所を決める必要はないので、簡単に導入することができます。では本題、優れた機能を解説。大きな特徴が2つございます。1、温度調整機能。こちら、つなげます。操作はめちゃくちゃ簡単。一番下、こちらが電源。上、こちら火のマークがついております。温度です。電源を押してから、1、2、3、4、5、6までいくと1に戻ります。続いて2つ目、5つのタイマー設定。お好みの時間を指定することには自動的に電源が落ちます。寝落ちする方には安心。時計マーク、2、4、6、8。そして H。この H はですね、10時間という意味です。ちなみにこちら、電熱線が入っているということですが、っていうのがありますけども、使ってみて気になるかと言われたら気になりませんね。ふわふわの毛布と比べたら薄いと思いますけども、邪魔にはなっていませんね。かなり暖かくなってきました。あ、これはいいです。その他に購買意欲をそそるポイント。1つ目、着る電気毛布。2つ目、洗えます。着る毛布なんですけども、ここにボタンがついております。こちらに2つ、こちらにも2つ、計4つついてまして、パキンと止めることができます。ということはですよ、つけますと、こことここ、今ボタンつけました。こんな感じで電気毛布人間が誕生します。電源コードはありますけども、もう動けません。コードがあるので注意しなければなりません。これを下げることによって足元まで温めることができてしまいます。はい、この電気毛布洗えます。手洗いすることもできますので、清潔に長く使うこともできます。はい、寒い季節には欠かせない電気毛布。快適さ、機能性、今の時期、自分用に、家族用に、コスパよく、ぜひこの電気毛布手に取ってみてはいかがでしょうか。興味がある方はぜひ概要欄へ。レッツゴー。